ジョジョイどうもこんにちは、シェフロピアです。本日はですね、チンジャオロース作っていこうと思います。お店の方が、まあ、相変わらずの休業中でございまして、もううちのお店がね、ちょうど5月1日で7年経ったんですね。8年目に突入しようという、まあ、5月1日ってね、うちのお店にとってはね、すごい特別な日なんですけど、まあね、こんな形になってしまって、まあ、皆さんね、大変だと思いますけれども、引き続きね、僕らもお店を閉じて、まあ、できることをやろうと思って、ね、お店休業されてる方はね、そういう思いでやってますので、まあ、ゴールデンウィークでね、多分天気も良さそうなので、どっか行きたい気持ちは分かりますけれども、ここはね、ぐっと我慢して、リスクを避けたね、行動をしてまいりましょう。ということでね、早速作っていきます。本日の主な使用食材ですね。今回は豚肉のロースとバラの薄切り、それからアスパラ、タケノコ、ピーマン、片栗粉、まあ、あとその他もろもろ調味料が入りますので、それ概要欄に詳しく分量載せておきますのでご参照ください。アスパラが庭で採れたみたいなんで、あ、これちっちゃ、なぜか生えてくるアスパラ。じゃあこれも、はい、ではまず野菜からカットしていこうと思います。下半分もこのまま皮付きで使っちゃいますけれども、気になる方はこう、ピーラーでね、皮こうやって剥いてください。まあでも炒め物とかだったら僕はそんなに気にならないので、まあこういう感じで、だいたい下半分とかがちょっと固めなんでね。で、あとはもうお好みの大きさにこんな感じで切ってください。ピーマンは細切りでいいですね。豚肉は、まあ、細めにね、このまま切っていただければ OK ですね。このままいっちゃいましょう。で、豚肉を切り終えましたら、このね、豚肉に下味をつけていきますので、まず卵、細かい分量は概要欄をご覧ください。今日は卵3個と醤油、酒、オイル、胡椒で味をつけていきます。卵加えて、オイル、胡椒、酒、醤油、あとはこれを手でちょっとよくこう染み込むように軽く揉み込みます。そうしましたら片栗粉少々加えて、これも合わせておきます。野菜をカットして豚肉に下味をしっかりつけて、こちらの合わせ調味料も概要欄に載せてありますので、そちらご参照ください。あと水溶き片栗粉ですね。あとはもう順番にソテーしていきます。
はい、ということで完成いたしました。じゃあちょっと早速いただきたいと思います。今回ね、結構甘みの強い、甘みのある仕上がりになってますので、まあ、その辺の分量調整とか、あとは輪切りの鷹の爪を加えてちょっとピリッと感出すとか、まあ、そのあたりね、調整はお好きにやってみてください。で、まかないの時ってこうやってうちのお店イタリアンですけれども、こういう中華をねいろいろやってみたりとか、和食もそうですし、まあ、フランス料理とかその他の国の料理もそうですけれども、いろいろやってみることで、まあ、例えばパスタ作りがお好きな方だったら、そういったパスタ作りのね技術レベルアップにもつながりますので、いろんなね料理分野を作っていただければいいかなと思います。まあ、僕もねこう中華とか和食とか全然本業じゃないので、これ今日のねレシピもこれ中華のプロが見たら本当笑っちゃうような出来なんですけれども、そこは別に問題じゃないので、とにかく、いろんなね調味料の組み合わせだったりとか、まあ、火入れ方とかいろんな技法っていうのがその国のね強みみたいのがありますので、例えば和食さんだとかだったらもうその本当に素材の持ってる最大限にうまみ引き出す方法とか、各国でねいろいろ違うんですよ、やっぱり得意分野というか。フランスだったらまあいろいろありますけど、まあ、ソースの使い方がすごい上手だったりとか、いろんな組み合わせとかねありますので、まあ、本当にいろいろやってみてください。ということでまた次回も何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。話を切り出す順番譲ってくれた